でも J リーグに初めて行ったのは小学校の頃で、京都サンガと鹿島アントラーズの試合で、で鹿島の方の席で見てたの、なぜか。でその時に当時日本代表だった柳沢選手がいて、柳沢ってみんなで言ってた思い出がめっちゃあります。でうわかっこいいなと思いましたね。全然前です、もう一番最初、京都、京都西京極に見に行って、その時は延長まであったのかな。ああ、そうかそうか。そう、延長戦まで行った試合やったんですけど、すごくなんか楽しかった思い出はある。俺中1までフォワードっすよ。おセンターフォワード。おお、でも海外の選手ばっか見てたかもしれない、その当時は。プロ京都のアカデミー入ってから、はい、そのサンガの試合はもう現地で応援するんですよ。でまあいろんな試合見てきましたけど、やっぱキラキラしてした存在ですし、まあ、当時の京都は結構苦しんでたんですけど、まあ、自分もいつかあのピッチに立ちたいなという思いでは見てました。でも当時オーストラリア行って半年だけですけど、オーストラリアの選手も J リーグに行きたいっていう選手もたくさんいたから、Gリーグってすごいんだとは思いましたね。ハードル高すぎましたね。しかも J2 だったし、ルヴァンカップとか当時はナビスコもないし、俺らとか、まあ出てへんのは練習試合でアピールするしかない、練習試合すら出してもらえない時もあったから、なかなか厳しい感じでしたね、1年目は。そうですね、やっぱこの入場の時にもうすごい満員のスタジアムにこう入っていくじゃないですか。その瞬間とかすごくなんか J リーガーになってよかったなって、なんか自分らを見にこんなに多くの人が集まってくれたんだっていうことを思うと、すごくなんか嬉しい気持ちになります。アイスターは結構雰囲気いい方だと思います。めっちゃ聞こえてきますし、その何言ってるかとかは分かんないけど、なんか応援歌とかはそのめっちゃ聞こえてくるし、すごくなんかスタジアム全体でこう乗ってる感じはありますね。そうそう、なんか子供もなんか200試合の時こう入場してきて、ああいう大人数の中でああいうこと、写真撮ったりして、自分の子供自身もなんかああいうのを見てサッカー選手になりたいみたいな感じで言ってるから、なんか一人でも多くの人にすごい大満員のスタジアムの中に立ってほしいなっていう、みんなが自分のことを見てる感覚というか、みんなが自分のことを 見てるんで、そういう経験をやっぱり一人でも多くの子供たちにしてほしいなと思います。大人、はい、プロになって、今サッカーをやってる少年たち。そうそうそう、ずっと歌ってるやっぱり俺俺俺俺と勝ちロコとおえおみたいな、おえおおえおとか、めっちゃ歌ってる、ずっと歌ってる。レパートリーがいる。めっちゃ歌ってる。今まあ昇格目指してるんで、昇格っていうやっぱみんなでこうなし声というもうすごいこう笑顔になって喜んでる、いや喜べるようなこの年にはしたいですし、31歳迎える頃にはこう J1 で戦ってる31歳にはなっておきたいので、J1 で戦えるための準備じゃないですけど、そういう1年にはしたいなと思います。